アイテム番号 SCP-547JP。オブジェクトクラスニュートラライズド。特別収容プロトコル。いかなる理由があろうと、財団職員の SCP-547JP 実態への直接接触は認められていません。SCP-547JP は現在サイト81の小型オブジェクト収容コンテナに収容され、SCP-547JP、A 群は現在同サイトの中型人型オブジェクト収容セルに個別収容されています。SCP-547JP ないし SCP-547JP、A の他サイトへの移送は現在検討中です。SCP-547JP は現在サイト81の定期見物収容ロッカーに収容されています。SCP-547JP、A の精神的異常性は除去されたことが確認され、通常業務に復帰しました。説明 SCP-547JP 実態は異常認識を引き起こす紙製の立像です。その形状はほぼ一般的な紙飛行機ですが、下部に足と思われる突起が1体ついています。実態はその形状、質量バランスから、一般的な紙飛行機とは違い飛行することは困難と見られています。SCP-547JP の異常性は、それを直接視認した場合に発現します。視認した対象は、この実態を飛行させることに強い興味を示します。この影響は時間とともに思考の大部分を占めるようになり、最終的には、SCP-547JP を飛ばすこと、に対する強い執着を示すようになります。この状態に陥った対象を SCP-547JP、A と分類します。以降、SCP-547JP、A は SCP-547JP を飛ばすための活動に従事するようになります。これは絶対的な強制を伴うものではなく、SCP-547JP、A の以前までの人格によって差異はありますが、それまで有している常識や倫理観、生理的欲求を無視することはありません。しかし SCP-547JP、A のそれ以外の活動に対する興味、関心は減衰し、趣味に対する興味の喪失、SCP-547JP と関連しない事柄に対しての顕著な集中力の低下、睡眠や食事に費やす時間の減少といった影響が現れます。また SCP-547JP、A は SCP-547JP に関連する事柄に対し特異的な熱意を持って取り組み、それはしばしば財団にとって普遍的に有用な技術の開発という形での結果をもたらしました。現在 SCP-547JP、A の人数は、人で、そのすべてをかつてサイト、81、に勤務していたレベル03クラス DCD の財団職員が占めています。よって、大多数の SCP-547JP、A は自身が以前に着手していた職務、特に財団で収容しているオブジェクトや要注意団体、あるいはサイト、81、自体についての豊富な知識を有しています。これは財団の収容体制に関する重大な懸念と考えられ、SCP-547JP、A 群の功績にもかかわらず、財団が SCP-547JP、A 群を有効活用しない理由でもあります。SCP-547JP の異常性が発見されたのは、サイト81の職員団体、紙飛行機を飛ばす会の発足と、その精力的な活動がサイト内で注目されたことからでした。団体の発足当時から、構成員であった職員に対して職務の怠慢や注意力散漫などが指摘されていました。その後当団体がこれまで財団で未開発であったいくつかの新技術を開発したことが、サイト81、上層部の関心を引きました。団体とその構成員に対して調査が入り、その過程で活動の中心であった SCP-547JP の存在と、その異常性が確認されました。SCP-547JP の収容時点では SCP-547JP、A は SCP-547JP を直接用いた活動を自粛していたため、サイト81の職員への被害は最小限に抑えられていましたが、しかし SCP-547JP の異常性に関する調査がさらなる SCP-547JP、A の増加、すなわちサイト81の人的資源という代償を伴ったことは留意すべきです。SCP-547JP の精神影響、及びその進行についてのインタビュー。対象サイト、81、の職員である、博士。編集済み、時に SCP-547JP を直接視認し、その精神への影響が確認されています。インタ
デュアー、研究員。付記このインタビューは SCP-547-JP による精神影響の進行速度を検証するため行われました。彼は SCP-547-JP の影響を受けてから、時間が経過しています。インタビュアーさて、調子はいかがですか？博士別に、特に変わった様子はないな。あくまで前回と比較して、の話だが。インタビュアーでは、前回の続きとしましょうか。博士、変数済み、の話か？いい加減、もう君たちに話すようなことはなくなったと思うんだがな。インタビュアーは私たちに関して言えばそうではありません。あなたの証言から財団が得られるものは未だ少なくないですからね。博士、私にとって、あの時の出来事は大して重要ではないのだが。インタビュアー財団にとって、あの事件の詳細記録は有用であり、あなたの証言も同様に重要です。ですから、博士。博士、ノブイの抵抗をリニアスラスタで変化させるか？あるいは単純に推力を足すか？一見どうとでもなりそうなものだがな。インタビュアー、博士。博士おっと、失礼。ちょっと考え事をしててだな。それで、何の話だったか？インタビュアー、いえ、今回は、ここまでにしておきましょう。博士そうか、それはよかった。私も少し用事ができたのでね。終了報告書対象からこれ以上優位の証言を得ることは困難であると判断され、対象は SCP-547-JP、A、21として分類されました。以下は SCP-547-JP、A、25として分類された D クラス職員が残したとみられるメモです。わかってる。自分が日記とかつけたりするタイプの人間じゃないってことは、それでも、今日のことは何かに残しておかないといけない、そう思うんだ。今日俺はなんかの、多分紙飛行機、部屋の中にあったそれを持ってこいとかどうこうしろって言われた。正直面食らった。これがガキのままごとみたいなもんじゃないかってな。だが実際に、あれを見たとき、頭をハンマーでかき割られたような感覚がして、なんか流れ込んできたんだ。なんかこう、思いとか願いとか、意志っていうか。誰かがあれをどこかに届けたがっているし、あれ自身も飛びたがっているんだ。そんな気がした。正直鼻で笑われそうなよた話だとは思う。だけど俺はあの感覚を忘れることができない。あの紙飛行機、あれが飛んで、どこか遠くへ何かを持っていくようなイメージが、頭から離れないんだ。事案 547JP、320、年08月日、サイト、81、で SCP-547JP 及び SCP-547JP、A の収容違反が発生しました。この事案において SCP-547JP、A 群は特筆すべき連動の連携を見せましたが、個別に収容されていた SCP-547JP、A 同士がどのようにして他の SCP-547JP、A と通信をしていたのか、また対策として投入された財団の機動部隊に匹敵する連携をどのようにして習得したのかは不明です。この収容違反を受け、SCP-547JP のサイト、81、への即時移送、SCP-547JP、A の金庫などを含む収容プロトコルの見直しが承認されました。しかしながらこの事案と同時に行われた SCP-547JP と SCP-547JP、A との接触において、SCP-547JP、A は、編集済み、による SCP-547JP の定常安定飛行に成功しました。観測によると、SCP-547JP はおよそ8秒間、距離にして約40メートル飛行し、墜落しました。それと同時に、SCP-547JP 及び SCP-547JP、A から一切の異常性が消失しました。結果として、改定された収容プロトコルが反映される前に、SCP-547JP はニュートラライズドへと再分類されました。
資料 547JP、NSCP-547JP が異常性を失った後、SCP-547JP 実態にはいくらかの記述がなされていることが判明しました。当該文書を含むオブジェクト全体の劣化によって判読は困難でしたが、記述は短文の集合体であり、SCP-547JP はもともと手紙の役割を持っていたと推測されています。以下は判明した文章の写しです。お父さんへ。お父さんが寂しくないように、お手紙を書くといいって、お母さんが言ってました。お父さんがいなくなって寂しいけど、アンリは元気だし、お母さんも元気だって言ってます。なのでお父さんも元気でいてください。お父さんがいるところはとっても遠いって幼稚園の田中先生が言ってたので、ちゃんと届くように飛行機にします。じゃあね、バイバイ。アンリ。事後調査 547JP これまで SCP-547JP の出自には疑問の残る部分が多くを占めていました。しかしながら資料 547JP、N より、SCP-547JP が人為的に異常性を付加された可能性が浮上し、そのため財団は SCP-547JP の出自を再度精査しました。サイト、81、の資金に居住する一般人の母子家庭の存在が浮上し、財団はその家庭に対する追加調査を行いました。結果として、母親と子供どちらにも異常性及びその兆候は発見できず、彼女らと SCP-547JP の異常性の間に相関はない、あるいはごく薄いと結論付けられました。現在では、SCP-547JP の異常性発現はごく偶発的なアクシデントであったと見られています。